本王フェは韓国料理の一つ。ガンギエイの刺身、あるいは切り身を壺などに入れて発酵を促進させた食品で周期が大変に強い。朝鮮半島南部では香りフェとも称する。韓国全羅南道の港町である木浦地域の郷土料理でガンギエイの切り身を壺の中でおがくずや大肥の発酵熱を利用して4日ほど発酵させたものである。 発酵が進むにつれて、身が柔らかくなり、微味とされる。釜山やソウルなどでも食するが多くは、軟骨がついたエイの切り身で、食感はコリコリとして風味はさっぱりとしたものが多い。マッコリは、タクチともいい、熟成させた本オフェと共に食することが通とされ、本宅と称する。本オフェと豚肉、キムチを一緒に包んで食べることを、サマプと称する。 本オフェの原料となるガンギエイはもともとは韓国南西部の黒山島近海で採取されたものだったが現在では主にチリ産の安価な輸入魚が多く使われるようになってきた品質の良さでは現在でも黒山島産のものが良いとされている口中で長く置くとアンモニアで口内粘膜が微卵を呈する事例も見られるなど強い周期で外国人や 初心者に敬遠されるが、朝鮮半島南部では、観光総菜に欠かせない、高級な料理である。西温殿ザメやウバザメの肉を数ヶ月間、熟成させた、アイスランドのハウカットルもアンボニア州が強い、発酵食品である。日本語と韓国語との自動翻訳サービスによる、機械的翻訳に起因し、日本語のウェブサイトで、 本をフェの発酵促進に用いる対比は人文であると広く誤解された時期があった。軟骨魚類であるガンギエイは他の動物のように排尿するのではなく皮膚を通して尿酸を排泄する。そのため発酵の過程でアンモニアが発生し、これが肉の保存に役立ち独特の強烈な臭いを放つ。発酵によるこの保存効果は 冷蔵技術が発達していなかった14世紀の高麗時代に韓国の漁師たちによって発見され長距離輸送や長期保存が可能で塩分がなくても腐らない唯一の魚がガンギエイであることが知られた。世界有数でアジア最強とされる強烈な周期は口に入れた状態で深呼吸すると失神寸前になるともされ周期は納豆の14倍、キビアックの5倍である。 近年は、日本のバラエティ番組で、スウェーデンのシュールストレミングに匹敵するアジアの臭い、食品として扱われ、日本テレビのバラエティ番組、ワールドレコーズ2004年7月4日、放送文で、取材人がウ裏へ赴もむき、園籍で振る舞われた本オフェを喜んで、口に入れた現地の男性が涙しながら食す様子を、描写して、食べた人にしかわからない。 爽快な刺激があるのだというがと説明した。臭い食べ物の代表例、au アラバスター単位、匂い成分の成分量の単位である。匂いの強弱は、匂い成分ごとに、人の感覚域値との相乗値で評価され、純粋な匂いの単位ではない。A の肉を、壺等に入れて、冷暗所に置き、10日ほど発酵させると A の実に、含まれる尿素などが、加水分解されて、 アンモニアが発生して出来上がる。ありがとうございます。